普通のね、一般的な怪談系の幽霊やったら、こっちにおいでって感じだけど、こっちおいで、こっち おばちゃんやん、完全に。おはようございます。はい、七種の家の毎日投稿のお時間でございます。パチ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 。はい、もうね、まろちゃん。マロちゃんが寝ちゃったからあさ。らあら、ね、もう。マロックっていうね、名前の猫でございますけどもね。その前にちょっと我々の自己紹介ですね。あ、そう七です。種ロケのマロさんでございます。トラコです。マロック様です。マロちゃんね。クマコが飼ってるね、猫ちゃんでね、ございますけど。キジトラのね、猫ちゃんでトございラの可愛い猫ちゃんです。ます。最近結構プニプニしてて、あれですもんね。ちょっとダイエットに勤しもうとしてる感じですよね。友達に見せたらタヌキって帰ってくるぐらいにはムチムチです。うん、タヌキっぽいよね、確かに。ちょっと。ちょっもう。と鼻かぬし。ほんまにムチってしてるもんね。ね。はい。まあ、というわけでございまして、本日なんですけども、今日あったやつ、おー、イェーイ。のね、はい、もう何度目かわからない企画説明しますけども、ちょっと熊子がですね、まあ、幽霊が見える人でございますので、その熊子が、まあ、今日あったやつと、ね、やつと書いて、霊と書いてやつと呼ぶんですけど、まあ、今日と限らずですけど、まあ、なんかこんなおもろい幽霊にあったよっていうポップで、面白い、幽霊の、話をするみたいな感じの企画でございますと。ね。というわけでございまして、なんか熊子さんは最近ね、だいぶ仕事とかも結構忙しそう。なんかね、もういろいろちょっとね、なんか多分喋ると会社バレたら嫌だなとか思ったからあんまり言えないんだけど、まあ新人が2人飛んだんですよ。もう、ちょっとね、どんな会社やねんと思うけどね、飛新人ぶ2人飛ぶってね。っていうか、なんかなんだろう、唐突の病欠、なんか納期迫ると休んじゃう子。あ、それ、仮病だよ。納期迫るって休んじゃう子って、もうダメじゃん。そう、だからね、そう、熊子がさ、そういう、その話の中で、あ、そうそう、そういえばさ、最近そういう忙しい中で、ちょっと見たんだけど、こんな例が、みたいなこと言ってね、話してくれたやつ、ちょっと話してほしいんですけど。まあそう、そのね、まあその飛んだ当日というか、まあ大変だったんですよ。なんかもう、昨日、その時の前日の段階で、ここまで終わっ、明日中に終わるって、ちょっと先輩がね、ちょっと怖い先輩が聞いた時にさ、なんか、あ、大丈夫ですって言って、当日休むっていうあれだったんですけど、暴挙に出たんですけど、やばいな、だいぶ。で、どれぐらい大丈夫なのかな、まあ、ある程度済んでるだろうって見てたら、まさかの社内全員の人が、みんなで手分けして働いて、夜の10時まで残るっていうぐらいまでの。ゾッとする残業の量みたいな。これあの子一人で頑張るって言ってたの？みたいな。えぐいな。しかもそれ3週間前から任されてる仕事でさ、コツコツやってれば終わるはずだったんだよ。もう夏休みの最後の日じゃん。そうさ、8月31日、9月1日またいで間に合ってない子みたいになってて。なるほどね。しかもなんか学校休むでしょ、それ。宿題ができませんでしたっつって言って。で、なんやかんやで僕11時半過ぎ、あ、違う、11時過ぎか、11時過ぎぐらいに会社出たの。で、なんかすぐ、会社から駅まですぐ近かったんだけど、乗りたくなくて、ってかちょっと散歩したくてずっと座り仕事だったから。で、都内ってさ、駅の間隔すごい狭いじゃん、駅と駅同士の間隔って。近い隣ね、確かのに。駅まで10分以内にで行けちゃうとか。あるね。そんな感じで、じゃあ隣の駅まで歩いて、ちょっともう腰回りすっきりさせようというか、歩いてすっきりさせようと思って、散歩してたのよ、隣の駅に向かうのに。散歩がてら。で、それでもやっぱすごいくたびれた顔してたのかわかんないんだけど、向こうからさ、透けてるパンチパーマのおばちゃんが歩いてて、あ、透けてるパンチパーマのおばちゃんだとか思って、なんかパンチババアだとか思いながら。パンチババアだ。ちょっとまだなんか新しいワード出てきましたけど、パンチババアがやってきたと、向こうから。で、なんかもうすれ違おうと思ったら、うわって振り返られて、で、しかも振り返り方がすごいお化けで、普通人間って体ごとこうやって振り返るじゃん。首だけぐるんって出振りたわ、返首だけのパターン。って。いや、あんた大丈夫？って言われて、突然。あ、ごめんね、叫んじゃってごめんね。マロちゃん寝てるからあんね。た寝てるから、そう。でも、ぐるんって、あんた大丈夫？って言われて、何、どうしたの？ってすごい話しかけてくるの。
で、なんかちょっと仕事で疲れちゃってっつって言って、やっぱ疲れてるとすごいはっきり見えんだなって思って。すごい、でも心配してくれたことじゃ。そう。へえ。大丈夫、話聞こうかって言って、まだ時間も終電まで全然大丈夫だったから、なんかもう話聞いてほしくって。で、ただ公に愚痴れないから、なんかこういう時って透けてる人っていいなって思っちゃって。なんか取り込まれてない？大丈夫それ？ 大丈夫かな？でもそれでね、なんかちょっとおいでよこっちとか、でもちょっと人だけのないとこ行きましょうみたいな感じで、パンチババアが言ってくれて、で、なんか、分かったっつって言って、なんか案内してくれたところが、まさかの墓地で、墓場で。もう、それは確信犯ですよ、完全にそれは。うわっとか思っもう、て、連れ込もうとしてるじゃん、完全に。って思ったんだけど、でもなんか、こっちおいで、こっちおいで、話聞くから、みたいな。怖い、なんか、気にしないで、気にしないこっで、っちおいつで、って。そう。こっちおいでのトーン違うだけで、こんなに印象変わるんかとか思って、なんか。確かにね、幽霊やったら、普通のね、一般的な怪談系の幽霊やったら、こっちにおいでって感じだけど、こっちおいで、こっち もうおばちゃんやん、完全に。っていう感じだった。なんかはいはいはい。それで、なんかそこそこちっちゃいお墓だったの。おう、10棟、何、お墓の数の数え方が分かんないんだけど、あ、10基とかね、あ、木だよ。10基ぐらい墓石があって、で、そこのなんか奥にちょっと座れる休憩スペースみたいなところがあって、で、ちょっとおいでおいでおいでっつって言って、あ、高橋さんのお供え物食べていいからとかって言われて、食べちゃダメだろうとか思って。ダメ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 。勝手に食べちゃダメだろうとか思いながら。何それ、お構いなくみたいな感じだよ。ちゃう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 。すごいこと言ってるね、そのおばちゃん。で、なんかその奥連れてかれて、ちょっと座れるベンチみたいなところに案内されて、ちょっともう座んなっつって言って、ほらほらっつって、椅子のとこポンポンってされて、そこで座って、いや、あんた名前はって言うから、なんか本名を名乗るのも嫌だなって思って、くまこって言ったのね、そのおばちゃんあ、に。なるほど。ちょっと芸そ名でね。う、芸名で。で、くまこっつったら、お母さんどんな気持ちで名前つけたの？みたいなこと言われて。でもそれすごいね。ちゃんと理解してくれたの、もうその理熊解子しての名くれ前。てるとか思って。おお、すで、ごい。お名前なんですかって聞いたら、あけみっていうのって言って、で、あけみさんさ、っていおお。う話をしたらね、じゃあ、あけみさんって呼んでたら、なんか、いいよ、あけみちゃんで、とか何それ。言われて、ね、なんかすごい話聞いてくれるおばちゃんだな、と思って、思ってたら、なんかすごい、あけみちゃんの周りに、わらわら、なんか歯の抜けたおじさんとかいろいろ集まってきて、みんな透けてんだけど、でも2人で喋ってたら、何、この子見えんの？みたいな。すごくない？それ。で、わらわら集まってきちゃって、最終的になんか、あけみちゃんと自分のトークショーみたいな感じで囲まれたの、なんか、うわ、すごい。もう輪になってみんな聞いてるみ輪たいにな。なってるみたいな。ええー、怖くね、それ。すごいのが、前列が体育座りし始めて、後ろの2列目が立って見てるみたいな、ディズニーランドのパレードのショーみたいな感じになってて、剣だけど、マジで。みたいな感じでわらわら集まってきて、何、怖っ、死ぬの、私死ぬの、みたいな。それさ、怖くない？だって墓地でしょ、しかもそれ。ぼっち。よく言ったね。なんかもうどうにでもなれとか思っちゃって、もうその時疲れすぎ もう、仕事で荒れすぎて、もう自暴自棄になってる。も、連れてくんなら連れてきみたいな感じになってた。それ連れてかれたらちょっとシャレにならないから、ちょっとマジで、自暴自棄になりすぎるのだけはちょっとね、控えてほしいですけど、すごいね、それ。すごかったのは、多分お互いを認識してんのかしてないのかあれだったんだけど、なんか隣同士会話はしてないけど、いるっていうのが分かるっぽい人たちみたいな感じで、で、なんか僕が会社で疲れちゃってって言うと、いやーとか言って、合いの手が入ってくるの、なんか。それもすごいな、またな。で、なんか、あけみちゃんが司会で、なんかミュージックステーションみたいな感じの、トーク番組みたいな、なんつうの。なんか。へえ、でもさ、それ結構さ、なんかあれじゃない？意思疎通できてる方だね、みんな。できてる。結す構。ごかった。墓地すごかった、なんか。あれ、一個だけ思ったことあって、これちょっとなんかすごいなと思ったんだけど、一方で、なんかその熊子が結構、心身ともに限界すぎたんじゃないの？と思ってんだけど。それもある。で、その結果、普段だったらそこまで巻き込まれることないじゃん、幽霊に。でも、そんなちょっと会話ができちゃうあけみちゃんとかさ、周りのね、イエーイ、いたいたらいいなってる人たちとかもさ、ちょっと意思疎通できすぎちゃってる感じするからさ。多分半分抜けてたのかなとか思ってて、怖っ。で、そしたらなんかそのうちの
一人のおじさんがはいはい。スタンディングオベーションして、うん。突然立ち上がって、あの子は半分出てるって言い出したの。それで、なんかそんななんかね、出てるって言われると何がって思ったけ ど、何がだね、確かそれ。うん。そう。で、ここに長くいちゃいけない、逃げなさいって言われもう、た。急になんかちゃんとした怪談話のオチみたいになってるけど、大丈夫これ。なんかちゃんとした怪談みたいになってるとか思って。いや、そしたら、あけみちゃんが全然顔の表情変わんなくて、いいのよ、ずっとここにいればいいじゃないとちょっか。と待って、これ一応ね、ちょっとこれ撮影前にさ、どんなネタですかって聞いてんだよ、ざっくりと。で、あけみちゃんが出てくるみたいな聞いてたけど、そこまで。でも、これちょっと怪談のなんか番組とかで出ることね、それこそ初耳怪談とか、もし呼ばれることあったら、これ喋ろうかなと思ってんだけど、みたいなこと言い始めたじゃん。こういうことか。要するに。じゃあ、初耳階段のはまた別またの別話。のやつか。あ、びっくりした、びっくりした。急に怪談になってきたから、あ、もうこれあれか、もともとは怖い話なやつか、これ。ってちょっと今、びっくりしちゃった、今。まあ、それでね、あけみちゃんがね、全然さ、なんか、ここにいればいいじゃない、ずっとここにいればいいじゃない、ほら、おまんじゅうもあるし、みたいな感じで、言い出したんだけど、そこで、多分高橋さんであろうおじちゃんが、ダメだ、あげんとか言って。ちょっと待って、あけみちゃんさっき、これ高橋さんのやついいからとか言ったけどさ、よくねそうそう、えじゃん、いるやんけ、高橋さん。やっぱダメなんじゃんとか思って、で、そこでふわって我に返って、あ、じゃあごめん、ちょっとそろそろ帰るねっつって言って、で、あけみちゃんが、あ、じゃあ駅までの道わかるって言って、なんか駅まで送ってもらって帰ったっていう話駅なんまだで送ってもらったの？よ。送ってくれたの。やば。いい人って。それ結構あんまないんじゃない？そんなこと。ないないない、なんか普通に、なんならむしろヒロシよりよく喋れてたし、まあそうだよね。ちょっとなんかおせっかいな感じの雰囲気もなんかね、ヒロシと似たもの感じる、そのあけみちゃんね。そう、なんか、あんたと同い年ぐらいの娘がいたから心配になっちゃってみたいなことをずっと言われてて、へえ、そうなんだ。でもさ、会う透けてる人にそういうこと言われるの結構あるんだけどさ、僕どこにでもいる孫かなんかなのかなみたいな。なんかみんながいや、あんたね、私の娘と同い年なのよ、同じぐらいの子なのよ、とか言ってくるんだ、みんな。言ってくるの。なんか、そういう社交辞令なんかわかんないけどね、そういう。透けてる界隈の社交辞令なのかわかんないんだけど。かもしれんな。で、高橋さんのおまんじゅう勝手にあげようとして、あげんとか言われてて。なんか、その辺はちょっと意思疎通できない感じするけど。でも、あけみちゃん、すごいね。あけみちゃんすごいの。でもそパンれ以チパーマの。外そう、パンチパーマのあけみちゃんっていうさ、なんかなんライか、トタイトルでありそうパンチパーマ置いとくけど、あけみちゃんっていう名前とおばちゃんってところから、なんかバス停のスナックのママみたいになってる。なんか墓場のスナックのママみたい墓場のスナック、墓場スナックのママ、あけみ。すごいな。それでもさ、あけみちゃん、墓のさ、行ってしまうと住人っぽい感じじゃん。まあ、慣れてるじゃん、高橋さんのやつだけ食べていいよとか言ってるぐらいだからさ、まあ、きっと慣れてるでしょ、そこが。ってことはさ、またさ、行ったら会えるんじゃない？そうかもしれない。で、一番びっくりしたのが、高橋さんっていう名前を使ったっていうのに僕はびっくりしてて、ほう。なんで、個人間のやり取りをそうじゃん。そうしないって思ってたの、ずっと。これ初見の方に説明すると、幽霊同士って個人はあまり認識しないって言ってたよね、昔ね。そう、だから我々はさ、例えば熊子とか七代さんみたいな感じでさ、やってるじゃん、こうやって。だけど、透けてる人同士は、なんかたまたま隣にいた人ぐらいのノリでしかなくって、個人の名前を言うとかってことはないっていうのは、で、ヒロシが特殊。ヒロシ言っとたじゃん。あと、ご夫婦で出てくるとか。ああ、そうだね。夫婦関係とかで出てくるとか、セットの幽霊とかね、そういうのはちょっと特殊だけど、でもあんまいないって言ってたじゃん。あけみちゃん、すごくない？あけみちゃんすごかった。なんか墓石のさ、そう。で、しかも高橋さんのおまんじゅうを取ろうとしてるっていう。その。確かに 極めて人間っぽいような、なんかその雰囲気が、生きてる本当人っにそぽい。こら辺のおばちゃんが急に透けちゃったみたいな。ね。さっき死んで今透けましたみたいな感じになってるみたいな。あけみちゃんさ、コンタクト取れるんじゃないの、それまた。どうなんだろうね。で、夜11時以降じゃないと会えない感じっぽくって。ほう。最近、今日とかもそうなんだけど、9時とか10時とかでに会社出たりとかしても全然会えなかったし、だから本当にあの時がたまたま11時過ぎに出てって、
じゃあ、もしかしたらでもまたその残業とか重なったりとかして、新人となりとかして、なんかそう、やべえとかやりながら、11時過ぎとかに行ったら、もしかしたら、あんたとか言って、大丈夫？話聞くよとか言い出すかもしれないことが。すごいね。で、あともう一個すごい怖い話、ちょっと怖い話なんだけど、はいはい。その案内してもらったお墓にどうしてもたどり着けないの、帰りって。ちょっと待って、階段じゃん。ちゃんと階段じゃん。に迷ったのか、複雑なところ、まあ、あんまり行かない地域だから、あれ、でもここ曲がったよなとか、いろいろ試行錯誤して全然つかないの。それはあれじゃないですか。あの世の墓地だったんじゃないですか。霊界墓地みたいな。この世の人間はたどり着けない。霊界の人だけが行ける場所みたいな。でも高橋さんはあれくれなかったんだね。おまんじゅうくれない人なの。それはええやん、別に。高橋さんのおまんじゅうなんだから、それは。でもさ、そこでもしそのあの世だったとして、高橋さんのおまんじゅう食べてたら、あの世の食べ物食べると戻ってこれないっていうじゃん。言うね。アウトだったよね、いや、高か橋もさん。しれんところ。いや、結構危なかったんじゃないの、それ。ね。ねって言わないけど、ねって言わないけどさ、ねってどこの騒ぎじゃないけど、結構。どうすんのよ、なんかね、ちょっと、都内の、なんか、熊子さんが、ちょっと行方不明になりましたとかってニュース流れてきて、ええー、なっちゃう、こっちも。すごい、ちょっと、まあ、途中までというかね、明美ちゃんのね、話出てた時とかは、そんなになんか、ええー、面白い、すごい、そんな喋れそうな感じの霊もいるんだね、なんて言ってたけど、ちょっとあんま悠長なこと言ってらんねえタイプの集まりだったかもしれないね、それね。いや、なんかやばいって思ったのか、あけみちゃん側が。なんかちょっと招待しただけなのに、これは大変なことになりそうと思って駅まで返してくれたのか、その駅まで送ってくれたっていうくだりがよく分かんなくて、もし連れてきたかったんだったら。確か、でも、あけみちゃん本人は純粋に助けたいと思ったんじゃない？わかんない。悩み聞きたいみ心たいな。配で、あの子大丈夫かしらって思って、やだやだっつって言って、声かけて、で、勢いで、まあ、いつもの自分のテリトリーにね、たどり着けない墓地に行ってしまって、で、まずいまずいってちょっと思ったのかもね、で、出とるぞーとか言ってるおじいさんとかいたわけだから、あかんあかんで、ね、狙われてまうこの子みたいになって、デトロイトジジイってあたりつけたの、そのおじいさん。で、音だけでさ、音だけでさ、あだ名決めるのちょっと、デトロイトに失礼、それは。そうね、まあ、出ておるぞジジイだな、要するにな。出とるぞジジイが、まあ、言ってきて、ちょっと不穏じゃんな、その感じが。あの子、半分出とるぞ、みたいな、なるわけだから、怖いじゃん、めちゃくちゃ。いびっや、くりなんした。か一番あの中でいい人、高橋さんだったんだなと思って、かたくなにおまんじゅうくれなかった。多分食あべけたみのちゃんでしょ？ ちょっとね。高橋さんは、あけみちゃんに何やお前って思ってるだけなんだ、それ。あ、そうなの。まんじゅう取られたら怒るみたいになって。結果助けられたみたいになってるんだけど、結果。 確かに、まあそうだね、そうか。ごめんね、ごめんね、先に。叫んじゃったね、ごめん。というわけでございましてね、ちょっとマロちゃんがね、ちょっとね、撮影中にちょっとね、起こしちゃってね、ちょっと会えたかもしれないですけどね。はい。ごめんね、マロちゃんね。はい。というわけでございまして、今回はですね、個人的にはめちゃくちゃ神回というか、めちゃくちゃおもろかったなっていう、ね、今日あったやつのね、ちょっと充実した内容だったなっていう。充実してる、いつもは。 いつも。いつも結構単発だったりするじゃないですか。一個の出来事があって、それをなんかわーって喋ってくることが結構多くて。まあ、くのこの話でも基本的に単発なことが多いじゃん。まあ、それはもちろん見かけてる体験談だからこそなんだけどさ。今回ってさ、体験談だし、でもちょっとさ、やっぱちょっと休んだ方がいいよ。もう片足突っ込んでる気がする、それは。まあさ、ここまで深い付き合いっていうかさ、こんな深く関わるってことはやっぱ休めってことなんだなって、その帰りの電車の中で思った。まあ、だから一つあれだよね、その幽霊の見え方とか接し方が一つのバロメーターになってるよね、多分ね。やっぱ過去のさ、結構こういうロングな話っていうか、幽霊と結構長時間いたって系の話ってさ、だいたいクマ子調子悪い時じゃん、まあそうだね。やっぱり。今回もたまたまね、明美ちゃんとか高橋さんとか、その悪い人じゃなさそうな人が比較的多かったから良かったけど、
ちょっとやっぱ気をつけた方がいい気はするね。そうね。いや、なんか迂闊についていかないようにしようと思った。もう。わかりました。まあ、ちょっと気をつけてもらって。というわけで、おとなしくね、今回の動画面白いと思った方、よかったらいいねボタンお願いします。そしてですね、よかったら、感想とコメント欄にいただけたらと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。あらー。ちょっと、顎のとこ書かれるの好きだもんね、まるちゃんね。ね、ずっと書いて書いて言われちゃって。あらららら。ちょっとまるちゃんを書き書きしながら、じゃあバイバイしましょうか。はい。それじゃあ、またね。またね。いってらっしゃい。あ、起きた起きちゃった起きちゃった起きちゃった、ごめんね、いってらっしゃいだって言うとは分かった、噛みつくごめんね、今日話してごめんね、でもお客様も大事なんだよ、両方好き、両方好き、両方大事、お客様も、お客様も両方好き、どっちも大事どっちも大事、いってらっしゃい。